はい、どうも、アクです。今回も、ブラックオプス2の実況やっていきたいと思います。ちょっと暑いからストーブ切りますね。今回使う武器は S12 という、アバカンじゃなくて、レミントンの次に、あ、そっか、これショットガンだった。レミントンの次に出てくる、ショットガンなんですけど、これなんだろう。結構連射できる形のショットガンですね。ということは多分一発ではなかなか死なないという、多分そういう武器でしょう。あ、なんかいいな。使いやすい感じがする。まだ全然使ってないけど使いやすい感じがする。お、ピースピーパーってなんで、ピースキーパーが落ちてるぞ。そういえばダウンロードコンテンツでね、今回追加された武器、ピースキーパーっていう、武器なんですけど、まだ使ったことないんですけどね、見た感じなんかマズルフラッシュが、左右に出ているっていうイメージでしたね。多分間違ってたら、あれ多分間違ってるな。使ったことないくせにね、なんか使ったことあるような感じで。そう、B まだ取ってないんだよ。B を取りましょう、この中立拠点。B を取りましょう。あ、これさ、俺、こっちから行くんじゃなくてさ、こっちから行けばいいんじゃないっていう。ちょっとなぁ、なんかね、これ、うわぁ何話そうとしたんだっけな。このフォルムが、アサルトライフルに似てるから、なんか思わず、なんか自分がアサルトライフル持ってるんじゃないかっていう錯覚に陥りそうですね、この武器。似てません？なんか、AR じゃねえかみたいな、この武器。だから射程は多分 AA12 ぐらい。終わった。お、ナイス。なんか俺拠点1個しか取ってねえのに。ね。こんなに差がついてる。ただね、近距離は非常に多分この武器使いやすいかなと思います。ショットガンって普通多分ガシャってやって、ブイってやるやつなんだけど、それがね、いらずにね、このボン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 って打てる、そういった武器になっているので、こちら。おう。うん。なんかね、モチベーション上がるね、この武器ね。遠距離無理だけど、これレンジとかつければさらにね、これ強力になるんじゃないかと思います。ちょっとピースキーパーっていう武器？これ、いいのかな？強いのかな？おうおう、なんか軽いね。ピースキーパーの実況みたいになってるけどね。軽いですね。B、おうおう、まあ。うん。今回ね、まだ私ダウンロードコンテンツを買ってなくて、今後もね、買う予定が未だないので、どうしよう、C 取る？取ってないから C 取るか。いいんじゃない？もう C 取っ。OK。あ、いいね。OK。よかったかな。あ、B 取ってるね。よし。前線にスモークを焚く。あそこもちょっと厄介だよね。まあ、ただあそこにいる限りではまだ B 地点は取れないから。突入。いない。OK。そしてここに焚く。で、こっちを見る。で、来る。倒せない。73対44。うん。まあまあ、いいね。うわ、またかよ。今まで全然引かれたことないのに。今日2回も引かれましたよ。5分間で2回も引かれる。よし、B 取ってるね。いいよ。じゃあ、俺もこっち見、いいか。ちょ、くしゃみが出そうだけど。くしゃみが出そうだよ。OK。あのね、フラッシュね、食らってしまうと、ちょっと得点が見えないっていうのが、ちょっとね、ネックですね。よし、この、よし、ピースキーパーかな、この人は。届かん、あそ、エイムして打つことを忘れていました。なんか、ついショットガンだからね、こしらめで行きたくなるよね。もうね、じゃあ後でまたね、アタッチメント増えたら、この武器でもやってみたいなと、あー、間違ったー。敵の援護しちゃってんの俺。
ほら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 。おお、全部取ってる、全部取ってる。すげえ、死んでねえ。それに死んでねえ。やったー。全然活躍してないね、俺。3個しか取ってないのか。これがあれですね、ピースキーパー。確かにこれ、横の方にね、フラッシュが出てるので、多分、あれですね、覗いて、もう撃ってる時に、敵が見えなくならないようにっていうのを考えてるんですかね。敵が若干減ってるけど。よし、気にせずやりましょう。せめてまた投げてないね。せめて忘れちゃうんだよね。せめて開幕でこれ、投げちゃえばこれ死ぬんじゃないこれ。死なないか。ああ間違った。エイムするボタンとスモーク投げるボタン間違った。さあ、行け。あ、全然飛んでない。OK。OK。いいね。B 取ってる。いいね。ああ、やっぱりそこだよね。よし。またあそこ来るんでしょ？あの下から来るんでしょ？分かってるよ。今行きます。あ、思ったよりあの窓が高いというね。言って気づいたわ。思ったより窓が高い。ドラ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 、全然届かない。全然届かない。ドドド、あ、届かないね、これ。射程がね、ちょっとね。射程がね、さすがまあ連射で来てね、射程長かったらすごいですよ。それはまあ KSG 並みの射程だったらね、すごいですけど。でもこれ旗を守るとか、そういった場面、シチュエーションではね、結構非常に使いやすい武器なのかなと思いますね。チーレスとかそういう、なんだろう、サーチとかではあまり使えないかな、俺では。上手い人だったら多分ね、これ降りても、あ、大丈夫だよね。よし。あ、お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 。あー、B 取られてるね。まずいまずい。あ、B 取ってる？取ってる？あ、C 取ってんのか。じゃあ行きましょう、B。おお、まずい。まずい。B。A 取ってるね。まあ、じゃあ B 取りましょう。多分いずれ A も取られると思うので、ナイスナイス。お、ロングバレル出ましたね。これですね。ロングバレルが出れば多分、多少いい、あ、また道間違えた。多少ね、いいあれができるんです。いいあれ。おー、ナイス、ハンタギラ。よし、取れましょう、取りましょう。取れるかな？取れるかな？取れたー。あー、いいよいいよ、取れたから。まあ、今回いけそうですね。151対84と。153。結構敵も B に来てくれる感じなので。やばいな、やばいな、分かってる分かってる。これやばい、命中率下がるね、この武器。射程をね、俺分かってないから。よいしょ。あ。これって飛び込んだ時に撃ちながらいけるのかな？飛び込みながらいけるみたいな。そういうのはないか。確か BO ではなんかいけたような気がするなぁ。もうダメだ。これね、攻め方とか立ち回りが結構重要な武器かな。今ので負けるというね。まあでも、C 取ってるし、A 取ってるし。あー、ダメだ、ダメだ。俺なんかね、もう、スナイパーみたいな立ち回りしちゃうから。結構ロング目のとこ行くんだけど、多分本当はね、ショットガンとかこっち行った方がいいと思うんだよね。今更だけど、今もう、あともう173でに、1分23、23秒しかないけど、あ、びっくりしたー。やられたー。このラグっていつもよくありますよね。あ、また道間違えた。こっちだよ、こっち。俺、こっちから行きたいんだよ。こっちから行けば多分ね、敵がヒュッと、危ない。よかった、行かなくて。もう一試合で3回引かれるなんてね、なったことはないですけど、前なんて全然引かれなかったんですけどね、チームデスマッチやってる頃は。ドミネーションやるようになって、やっぱり B 行こうとすると、やっぱりそこ通る回数が、これ敵のかなこれ。敵のだこれ。敵のだよ。やばいやばいやばい。どこにあんのこれ。あ、
そこにあったの結構伸びるんだね。やばい、俺全然旗取ってねえわ。なんかキルチューみたいになってる。キルチューでもない、旗取ってもない、キルしてもない。空気じゃねえかこれ。Like air, like air. 風の、風じゃねえ、空気のように。 Like air。うわ、うか、あ、まだあった、まだあった。おし、ナイスナイスナイス。はい。今回の実況、終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。うん、レミントン使った後でこれ使うとね、どうも射程がちょっと鈍りますね。狂いますね、ちょっとね。はい。じゃあ、さよなら。Will you fly me away? Take me away with you, my love. I said I'm coming back, back, I'm coming back around. And you ain't going nowhere, so put your jacket down. They might take me away, but guess who's back in town? Look how I'm feeling, graduated with no cap again.